まあ、そこで私の合同労働運動を40数年もうぼちぼち嫌になるなと思うぐらいやってきてましてね、まあ、しかし嫌になるわけにいきませんから、また頑張って、まあ、とにかく死ぬまで頑張っていくしかないなというふうに思っておりますけれども、合同労働がどういう組織であるかということについて少し説明をしたいと思います。参列の皆さんもおると思うんですけれども、合同労働運動の説明をすると他の労働組合の性格などもあぶり出されることになります。まあ、合同労働というのは、まあ、一言で言ってしまうと非常に荒っぽい言い方なんですけれども、合同して団結し、合同して交渉し、合同して争えるということなんですね。これは参列の皆さんも今日結集していると思いますけれども、明らかに そのことは明快ですね。だから地区の党の組織があるわけです。ただ合同労組の場合は団結の単位を職場に置くんではなくて、企業別に置くんではなくて、地域に置きなさいという考え方です。例えば松本市支部とかね、長野市支部とかね、その支部の中に分会がある。地域を単位として労働組合を作りなさい。岐阜一般は全県の岐阜県全域の、あるいは、お隣の愛知県とか静岡県とかですね、変な話をしますけども、埼玉とか茨城とかそういうところに組織があります。で、そこの組織も一個の規約、岐阜一般労働組合の規約によって運営しています。内規として支部の内規があるわけです。労組法上は、A 社にある労働組合は A 社労働組合ではなくて岐阜一般労働組合なんです。岐阜一般労働組合のたまたま支部がそこに置いてある、それだけのことですね。単体の組織ではありません。地域を団結の単位としなさい。なぜ地域を団結の単位にするのかというのは2つあります。1つは経済の問題で、もう1つは政治の問題。これが地域を単位にしているからです。したがって行政区、大まかに言うと行政区を単位とした組織を作るというのを原則としています。それから合同して交渉しというのはどういう意味か、なかなかね、まだうちの場合はそこまでいけませんけれども、A 社の団体交渉をやるときに B 社からも C 社からも D 社からも来るんです。で、A 社の役員が、組合役員が、まあ、例えば10人なら10人の組合員である。組合役員3人ところがあと5人ぐらい入ってきた。これよその会社の役員、組合役員、ね、それで8人で交渉する。これが、合同して交渉しろということの意味です。で、私どもの方は岐阜の場合はまだなかなかそこまでいきません。そこまでいきませんけれども、必ず当該の組合、まあ、会社と雇用関係を持っていない人、その人を最低1名は入れます。1名から2名入れます。会社と利害関係を持っていないものをして団体交渉に当たらしめよう。これが地域の団体交渉の原則になるわけです。それから早期ですね。これはもう皆さんお分かりですね。A 社の労使関係の早期をですね、地域で丸がかりで責めるということになるわけです。例えば従業員が10人いる会社を、まあ、この中にもお見えになるかもしれませんけども、想定してみてください。
社長が労働者の目と鼻の先にいます。社長の鼻息が労働者の顔にかかるぐらいの距離にいるんです。株式会社とかあるいは有限とか合資でもそうですけれども、基本的には社長の個人、それを運用して利益を上げてるんですよ。賃上げっていうことは自分のポケットから金を出すってことなんですね。ボーナスを払うってことはそういうことなんですよ。だから抵抗するんです。で社長だってね、必死になって経営やってますよ、厳しいから。中には労働10人ぐらいの会社ですとね、労働者より社長の方がよう働いてるっていうケースいっぱいありますね。で、油まみれになって働いてるんですけれども、それでも経営が十分にいかない、そこで何とかしなきゃいけないっていうんで、労働者に反乱を起こされると会社は持ちませんからね。だから一生懸命面倒を見るわけですよ。お前ご正直結婚したらどうだよ、なんか予算でも詳細しようかみたいなね、そういう話まで含めてやるわけです。そこで労働組合を作るっていうことになると、飼い犬に足を噛まれたということになりますから、ドロドロの紛争になる。これ従業員 A が社長 B に要求したらそうなりますね。だから他人が入ってくる、団体交渉の中に。そうすると地域相手の喧嘩になりますから、向こうも頭に来てるだけでは済まないってことに、頭に来てるんですけど、頭に来てるだけでは済まないっていうことになって、少し冷静になりますね。そういう時に、誰でもいいんですけども、私が言ってですね、にこやかに社長大変だねとか言ってね、話をする。団体交渉っていうのはボケ役とツッコミ役と2人いりますからね。でボケとツッコミを一人でやれるっていうのが団体交渉の専門家と言っていいと思います。1名もしくは2名必ず単行に入れるというふうに言いましたけども、その2名のケースはツッコミ役とボケ役を単行に入れているという意味であるわけです。ただし、こういう運動というのは、言うのは簡単なんですけどね、大変なんですよ。大変、手前味噌でね、恐縮ですけれども、私の場合ですと、10時前に、仕事が終わるということはないんですね。で、うちに帰ると10時必ず回ります。場合によっては、12時になる。で、1週間に、週休2日ですからね、2日休日があるんですけれども、休めません。週に1回休めたらいいかなという感じですね。で、2週間に1回ぐらいは徹夜になりますよ。そういう非常にハードな環境になるんですけれども、先ほどもそこの事務所で新井さんと話をしておったんですけども、今うちは専従が8名います。非常にみんな給料低い。給料低いんだけれども夜中までやると、そのことによって初めて 1,2 名が団体交渉に出れるというコースを取っているわけですね。ユニパの場合はそれだけではないです。組織委員というのを制度を作っていまして、これは非専従です。どこそこの職場の支部長をやっているとかね、あるいは旧役員をやっているとか、あるいは退職を組合活動をやっとったけど退職をした人とか、そういう人たちをピンポイントでこう引っ張ってくるんですね。その組織委員というのが今22名おりまして、その人たちが団体交渉なり労働相談を手分けをしてくる。それで初めて活動が成立をする。その結果、先ほど全国一般の中で岐阜がダントツの最大組織だという話をしましたけれども、岐阜がですね、そんなに増えたわけではないんです。やっぱり増えましたけどね。例えば今から、20年ぐらい前はですね、2300人くらいですね、おおむね900人増やしている。むしろしかしそれよりも最大の組織になった理由は、
他の大きな組織が縮小したんです。牛一般はまあ少し上がったけれどもそんなに上がってない、まあイーブンに近いというかね、そういうことなんです。イーブンを守った、で予想が減った、その結果そうなってますね。なんでそうなるかというと、一個ずつの団体交渉に他人が入ってますから、他人が入ってると向こうがなかなか談しにくいです。で労働組合、加盟組合があまり脱落しません。全国一般の他の地方労組を見るとみんな組織化をやってるんです。やってるのに減ってる。組織が50人増えても100人減ってるんです。そういう減り方をしてますね。ところが岐阜の場合は脱落が極めて少ない。そうすると新しく作った組織がオンされていく。これが組織が維持されていく、まあ、原因だろうというふうに思っています。3番目に、岐阜一般の事例というのがあります。まあ、これはあまり話をしていると時間がなくなりますね。ゲロという温泉がありますけど、そこで芸者さんの朗読名を作っていると、キャバレーのですね朗読名を作っていると、スト権隔離してストライキ打ったら、失敗したんですね。ストライキ打ってもストライキに突入してもほとんど来ないんですよ、組合員がね。でどうしたっていうふうに後で聞いたら、うちに帰って明日ストライキって言ったら旦那にぶん殴られたと。ちょっと半分これみたいのがね旦那でついてるんですよ。で、嫁さんの稼ぎっていうかね、彼女の稼ぎ、それで遊んでるんですね。それがまあぶん殴られて、それでストライキに来れなかった。顔を晴らしてですねしばらく店に出れなかった。その結果ストライキは見事に失敗をしたっていう経験がありますけどね。あるいはある組合では、金属20年で50歳の書記長をやっていて、勤続3年で36歳の支部長をやっている。不思議だったんですね。勤続20年で50歳ですよ。で豊島っていうのが36で勤続3年ですよ。ただその豊島に村さんがペコペコペコしてるんですよね。である時に酒飲んで、お前なんで豊島の言うことを聞くんやつ聞いたら、いや俺は前回3番だけどあいつは6番だって、その6番の方が偉い、こういう世界というのが中小企業ではありますね。まあ他にもいろいろあるんですけども、これを言っていくともう本当に時間がなくなります、ので少し割愛したいと思います。ロのところに結成規模というのがありますけれども、一応ですね最近の労働組合の結成がここに書いてあるんです。でこの中で中央病院、それから明智ゴルフ、これはいずれも事業所の規模は400人です。400人で結成時の組合員が130人です。まあそういうと経験を持っている人は分かると思います。いかに大変かと、2,30 人なら集めるかもしれない。130人規模で結成をするというのは非常に困難なんですね。そのことを岐阜の場合はやりきってきています。そういう事例も紹介をしておかないといかんだろうと思います。その理由の一つなんですけども、うちの方針は、まあ、降格打法というふうに書いてありますけれども、思想というのも変な言い方ですね。思想とか路線であまりものを考えません。100人いたら同じ人間は一人もいませんから、100人とも違います。100社の会社があったらその事情は100社それぞれ違います。同じところはないんですね。それに合わせるということになるんです。あるところで労働組合を作って、まあどうしても一人だけ入らなかった、何をやっても入らなかった。そこで、まあ、説得に行ったんですね。説得に行って話をしたんですが、1時間話しても絶対入らない、
2時間話しても絶対早かった。その理由は何だったのかというと、その彼は本格的な右翼だったんですよ。愛知に一宮市という市がありますけど、そこで毎週日曜日にですね、あのカーキ色の車を横付けしてマイクを横にしてね、あのガナッと駅前で、そういうバリバリの右翼ですよ。バリバリの右翼はなんで俺が労働組合に入らないかんねえ、全員入ったって俺は関係ねえと、俺は労働組合に入ったら恥やというふうなことで入らなかったんです。でこの野郎って、まあ、殴り合いの喧嘩になる寸前で周りが止めて喧嘩にはなりませんでしたけれども、2時間ぐらい話をしたですね、断念してまあしょうがないんで帰った。だその4年ぐらい後に彼は入ってきたんですよ。で僕は頭にしてね、2時間も話をしたんで入ってもらったからね。でそいつ捕まえて久松って、まあ、名前出していいと思いますけど、久松ってやつでね、ごらんお前なんで絶対死んでも入らんって言ってたやつが、なんで入ったんやって言ったら話が振るってるんですね。いやよくよく考えると本間さんの考えと俺は右翼だけど俺の考えはほとんど一緒や、右と左っていうのはちょっと似てるところがあるんですね。それで入ってきたってわけですよ。でそれ書記長をやりましてね、組合の10年ぐらいだったです。名書記長だったですよ。そういうふうなことがあるんです。で、一時期それが会社、ベンツで会社に帰ってくるんですよ。で社長よりいい車を持ってる。これへえっつって何でやって聞いたら、親父がヤクザの組長なんですね。で金いくらでもあるんですよ。そういうのが、まあ支部長を、ここからは6年ぐらいやったですね、やったりしていた。まあそういうことはまあどうでもいいんですね。どうでもいい、あんまりこだわらないというやり方をうちはしているわけです。まあ、3ページに行って内外の敵というところがありますけれども、ブラック企業が大変な敵であるということは皆さんご承知ですね。もう一つ書いてあるんです。それは何か、自己中というのを書いてある。ブラック企業は経営者の自己中の最たる企業です。それじゃあ労働者は自己中はいないのか、言います。労働者の自己中は労働組合にとって敵です。自己中に対峙をする言葉は団結です。これも基本でありますので、きちんと押さえてもらいたい。労働相談がうちは年間300件ぐらいですかね、来ます。でその際に必ず、相談を受けるときに言う条件は、自分が勤めている会社、こんな会社はクビになってもう戻りたくないと言っておってもね、自分が今まで勤めとった会社の中で仲間を作りなさいということを言います。そんなことは何でやらないかねというふうに言った人については、はいお帰りくださいと言って帰ってもらいます。あなたの問題について私どもは真剣に取り組もう。しかしあなたの問題を解決しても職場に残った人たちは同じ運命でしょ。その人たちも同時に取り組まなければ、あなただけ取り組むってわけにいかない。その方針がついてこれないというなら、お一人くださいと、こういうことから始めます。で実際は、相談に来る人が、まあ、職場に、まあ、戻ったり、あるいは、退職をする場合でも連絡を取って協力をして、新たな仲間を作ってくると、こういうことが、まあ、日常的に行われている。でその結果常時ですね、5件から10件ぐらい、常時360日ね、常時5件から10件ぐらいの、組織化案件を、持っています。で 100% 成功しませんよ、 100% 成功しませんけれども、そのぐらい持っていると組織というのは広がっていくということだと思います。